い、ありがとうございます。さあ、シーブーです。というわけで今回もヒロアカ OJ2 やっていくんですけども、今回は追加キャラクター、ダウンロードコンテンツのキャラクターが一部ね判明したのでご紹介していきたいと思います。やっていきましょう。僕はねヒロアカ OJ2 を始めた瞬間に、あ、もうこれ来るなって思ったんですけど、まず1体目が改造ですね。このカスタマイズ画面で見ることができる初音メイですね。この画面でね、3D のキャラクターのモデルがあるってことは、まあほぼほぼ参戦してくるだろうなっていう予想はついていたんですけども、多分こういうね 3D のモデルを作るのだけでも相当大変だと思うので、これ作るんだったら参戦しちゃいよっていう、多分そういう流れで来ると思います。でリークの映像にはなるんですけども、しっかりとね戦っているシーンもありますので、まあそちらを見ながらちょっとお話ししていきましょう。まあ公式の映像ではないので、初音メイのねボイスとかは入っていないんですけども、まあある程度の攻撃のパターンとかはね見れるので、ちょっとね見てみてください。まさかのね個性持ちじゃないキャラクターが参戦するということで、個性持ってないキャラクターが参戦するのは初めてじゃないかな。多分いろいろなベイビーたちを駆使して戦っていくと思うんですけども、まあ参戦時期とかはまだ未定ですね。もしかしたら明日発売の週刊少年ジャンプで何かしら発表があるかもしれないんですけども、まあ公式の続報にご期待くださいといった感じですね。はい、そしてもう一体、これはね映像ではなくてスクリーンショットになるんですけども、ジェントルクリミナルが参戦確定っぽいみたいな、この画像がゲーム映像かどうかいまいち判断しかねるんですけども、ちょっとなんか 3D モデルがチャッチーというか公式が作ったものじゃないように見えてしまうんですけども、ただねこの映像がまあ仮に他の人が作ったものだったとしても、ジェントルはかなりの高確率で来るんじゃないかなと思っています。ヒロアカ OJ2 の追加キャラクターは5体というふうに前々から発表されていまして、まあどんなに少なくとも5体は来るんですよ。で、まあ、そのうちの1体にジェントルが入ってないわけないでしょっていうね、アニメもねちょうど昨日の土曜日にジェントルのね最終回じゃないけど最後の活躍が見れたということで、まあかなりね感動した方も多いと思うんですけども、いやジェントル個人的に好きなんだよね本当に。であとですね、このプレイヤーカスタマイズっていうところで、このジェントルとねラブラバの称号みたいなのがありまして、まあ、一応ヒロアカ OG2 の世界ではもうチサキを倒してそれで終わっているっていう感じなんですけど、その先にあるこのジェントルとラブラバのね称号があるっていうことは、まあ、ダウンロードコードで追加コンテンツで新しく参戦してもおかしくないんじゃないかなというか、まあ参戦する布石なんじゃないかなと個人的には思っています。本当にそのオーバーホール倒して終わりだったらこの称号は多分ないと思うんだよね。なのでまあまあまあジェントルはほぼほぼ来るでしょうと、まあ、おそらくラブラバはジェントルがプルスウルトラ技2を打った時だけ登場するみたいなね、ラブラバの個性でパワーアップした状態でプルスウルトラ技で相手をボコボコにするみたいな、そういう演出になるんじゃないかなと思っているんですけども、まあラブラバだけ別で参戦することはおそらくないでしょうといった感じで、まあ5体中の2体が早くも分かってしまったということで、残り3体誰が来るんだろうと。アニメはもう終わりなんですよね実は。今4期だっけ、4期だよね、3期じゃないよね、何期か忘れちゃったんですけど多分4期で、今やっているヒロアカのアニメ4期はもうすぐ終わってしまうということで、まあこれ以上新キャラクターが出てくることはないと思われます。まあこの文化祭編以降のキャラクターが出てくることはまあおそらくないでしょうということで、今まで出てきた中で3体誰が出てくるんでしょうっていうところですね。はい、まあ個人的には映画ヒーローズライジングに登場した9、映画限定のボスキャラクターですねとか、あとはまあ映画見てない人にとってはネタバレになってしまうので言わないんですけど、まあとあるキャラクターがね覚醒するんでまあその覚醒バージョンが出てくる可能性がなきにしもあらず。でまああとはホークスですかね。ホークスまだアニメには出てきてないんですけど、一応映画には出てきていたので、まあ声優もいるしっていうところで、まあ参戦不可能ではない。で初代ヒロアカ OJ のダウンロードコンテンツでエンデバーがいたんですけど、
当時ね、エンデバーは別にそんなに活躍してなかったんですよね。なのに、まあ、ちゃんと技とかも用意されて参戦してきたので、ヒロアカ OJ2 にホークスが来る可能性もなきにしもあらず。まだホークスもね、アニメでね全然活躍したっていうわけではないんですけども、そこはなんとかして参戦してくる可能性があります。てか、まあ、むしろホークスが来なかったら誰が来んのみたいなあの文化祭編の後、まあ、これあんま言っちゃうとネタバレになっちゃうんで言わないんですけど、今まで出てきたキャラクターの中でこの文化祭編の後に活躍するキャラクターがいるんですよ。で、まあ、そのキャラクターたちはヒロアカ OJ2 にはまだ出てきていないので、アニメがねもうちょっと長ければまだ参戦するキャラクターの幅は広かったかなと思うんですけども、まあ、そこはちょっとねヒロアカ OJ3 に行きたいということで、まあ、ちょっと気が早いんですけども、まあ個人的な予想としてはやはり映画が直近でやっていたので、まあその映画のキャラクターが出てくるんじゃないかなっていうのと、ホークスかな。それかまあ一周回って B 組のキャラクターが出てきてくれるかな。でも4期に B 組ほとんど出てきていないんですよね。あの文化祭編でまあちょこっと出てきたんですけど、まあでも文化祭編で出てきたんだったらワンチャンあるかな。モノマとか出てきたらかなり熱い。で、あとまあ僕今ヒーローカードのねアイコンを剣道にしているんですけども、剣道もね個人的に好きなのでめちゃめちゃ出てきてほしいんですけど、まあちょっと何とも言えないですね。別に文化祭はね戦う場所じゃないので、まあわかんないんですけども、まあとりあえず今回ね初音メイとジェントル、まあジェントルに関してはちょっとハテナマークなんですけど、初音メイに関してはもう完全にゲームデータの映像があるのでもう確定ということで、週刊少年ジャンプもしくはねあの公式ツイッターの続報をご期待くださいといった感じで、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。